はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。第75回闘技場5日目になります。今日はお休みですね。祝日となっております。昨日まで成績が11勝1敗。昨日結構ね、格上の相手に、勝つことができたので気分はいい。で、昨日アンルシェが実装されて、さすがに今日はいないですよね。なので、どこ行きましょうか。27、戦闘力高いとこ行きます。27、26、まあ、できればね、変わったキャラクターが多いところを目指したいんですが、ドラゴンか、バラもドラゴンだからね。ブレスでしょ。ブレスはさすがにね、相性悪すぎるんで、ちょっと違うとこをさせてください。26ですね。次に、まあ、選択高い26。はい、対戦よろしくお願いします。それから来週ですね。来週は、ゴールデンウィークキャンペーンということで、マスター1ですね、上がればまた何かがもらえると。何かです。クリスタル10個ぐらいくれないですか。というわけで見ていきましょうか。1、2番、多分届かないんじゃない。これ届かないね。2番届かないし、これは、これは大丈夫だよね。で、これも大丈夫。大丈夫ですね。はい。という感じだから、どうしようか。1、2。どうしようか。右は混乱でいいか。ですね。右は混乱でいきましょう。これでいいんじゃない？ね。これで、そうだね。混乱。バランとあれを行きたい。1、2、3、4。そこら辺は待機になっちゃうのか。で、これ食らうのもちょっとやだしね。あそこでしょ。あそこか。で、これは、そういう感じか。でも混乱のが無難だよね。1,2,3,4 は待機だね。 5も出てくるのみ。6番出てくるのみ。7番か。そこは7番も待機待機になっちゃうね。1ターン目待機だな。こうなると、どうしようか。次に備えて、グラクロか。で、バランも行きたいよな。7が先なんだよね。で、イオ混乱取る。グラクロか。まあ、次のターンで、混乱ってわけにはいかないんだもんな。下がるか。こういう感じにしますか。こう剣戦が効く、グラクロも効く。まあ、こうですかね。これでいきましょうか。はい。待機。まあ、ブレス受けてもいいんだよね。こいつこっち来る。これは、これは横の2の2、射程3。これが当たるのか。いや、ブレス受けてもいいんだよね。受けようかな。次に備えてちょっと出ておきたいのはあるんですよね。なので、
ここで止まりましょうか。でこれはあまあこれも受けんのか。じゃここでいいか。ここでこれですね。はい、ミスんなよ。ミスったらさ悪影響なんです。次に、はい、ボーでグラクロチャンス、弱い。どうしましょうか。これグラクロか。グラクロつらいな。デインか。絶技。いやいやいや、場所がちょっとどこもダメだね。グラクロも届かない位置になっちゃったしな。一回じゃあ待機。あれ当たるんだっけ。3だったっけ。ちょっと勘違いしちゃったかも。1,2,3 届かないね。届かない。でここは、グレン客。本当はもっと接してほしかったな。これですね。ハッサンをやっていこう。まあまあこれでいいか。あ今ちょっとキラマ見ればよかったね。あ見ればよかったね。失敗したね。これこっちだね。はい。でグラクロ、どうしましょうか。 1,2,3 で来るもよし。次誰。ここにしようか。こ1,2,3こっちいいかな。はい、いやいや返信やめ、返信やめよ、返信よ。こんな取れないか。こっちはこれでいく。これできます。これでいって、こっちで落とせるかな。こっちから、こっちからじゃあ打ちましょう。次ソアラの絆来ちゃうから。これがどうします。あ落とせるね。これどうしようかな。ドレアム、ピサロとドルマゲスで落とせるよね。だからこっち行きますよ。バランがね。で、また落とせる、ナイス。で、オッケー。で、グラクロと。強い絶技と無駄回心。はい、2戦目ですね。2球サンタリーナ、8にしてる、すごい。2,8、そうか、S8 になってくればもう
2級ぐらいいけんのかな結構。2級ね、こういいよ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 か。ここ面白いよね。世の中にアリーナが2人いるということがバレてしまうパーティー。ミルドラスね、テリーな、エルギ、まあ、闘技場にいそうなパーティーですね。ここにします。イカ2級、まあ、トマホーガーは今戦ったからね、こっちにしますか。こっちにしますか。戦闘開始時プラス1。じゃあ行動開始時か、行動開始時プラス1、忘れちゃいけない。はい、対戦よろしくお願いします。そういうのも今後複雑になってきますよね。戦闘開始時に素早さが上がる、まあ、攻撃力上がるとか素早さが切り替わるとか、行動開始時に上がる人も出てくるじゃないですか。もうキャラクターが増えすぎるとね、そういう覚えるのも大変すぎるパターンがあるんですよね。あ、セラフィー意外と遅いね。向こう遅くしてんのかな。ワウト1番、うん、2番、うん、2番これは入ってしまうね。だ1番で、いやいやそんなことない、まあ、こうだね。1番、2番、3番、3番も届かないんじゃない。あ、そうですね、危険センター。3番で4番、4番がこれが入ってしまうのか。それやだな、それはやだ、あーそれはやだな、どうしよっか。じゃあ左が2人、指導とサンタリーナはこんな取りましょう。でここはこうしよう、抜けさせて、ちょっと違うな、こういう感じかな。これ当たってしまうかな。あ、当たってしまうんだね。こうなっちゃうな。1番下がる、2番アリーナをレシング抜けさせるね。で3番がこれがメラか剣戦か打ってくるね。どっちか好きな方を、あー難しいな、どうしようかな。ピサラがどうしても残っちゃう、そうするとね。3番で4番出てくのみ、5番がアリーナ、いやーアリーナ残ってもつらいな、ピサラ残ってもつらいなって感じなんですよね。5番、6番出てくるのみ、7番、バイキか、戦いのビート、8番、アリーナかピサロですね。あ、9番もアリーナピサロ、ピサロだね基本ね。で10番は左側をプカーっていく感じ。あーちょっとそれの戦法ちょっといまいちだな、美味しくはない。麻痺耐性、麻痺耐性ある子っているのかな。半減か、麻痺、麻痺長打だよね、そうだよね。でここもこの子もダメだよね。あでもあ大義か、あれ大義だ、そうだ眼光って。だからちょっと待って、どうしよう。あだからといっていいわけじゃないんだよね、どうしようか。もう一旦耐えるかってことはそういうこと。
あ、これ入っちゃうんだな。これまっすぐ来るよね。これこういたとして、あ、麻痺の方狙うか、長尺の方。3番来ちゃうね。あ、剣線か。こうしますか。こうして、これは下がるっていうか、こっちか。サンタアリーナとこれ、あ、アリーナうまくいけないかな。あそこでしょ。1で、ちょっと待って、分かった。1で、あ、耐えらんないか。うちのアリーナは1個ここの被る場所に出そうかと思ったけど、あそこでレシーンあるから岩で止まるから掘れないんだけど、他が耐えらんなくなっちゃうね。あ、これ内側に来てくれるっていうのはどうすればいいんだろうね。うまく誘導できるのかね。基本下に下がるようになっちゃうのかね。たまに横移動、斜め移動してくるキャラクターいるじゃないですか。あれってどういう風に誘導するんだろうね。それがうまくできればな。真ん中に2人固まってもらう。ちょっと難しいね、それね。1番下がる、2番出てくる伸び、3番、剣線、そうだね、4番で、出てきて眼光で止まらないこと。こないだドレアも止まったからね、言っときますけど、半減だけど、5番は、シド行こうか。シド、そうだね、シドを6番、こっからシド届くか、こっちで牽制受けるか、かろうじて一撃ぐらい耐えられるっしょ。シド6番、これ雪だれも多分食らっちゃう。シド、あ、そうでもないかな、大丈夫かな。あ、プラス1つくから多分食らっちゃう。6、キャドは確か、あ、まあまあ、真っ白は先だね。5、6、来る。で、7が、あ、バイキの方かな。そうだね。7。で、8。8、指導、もしくは、サンタリーナの方を攻めていく。指導が落ちなければ。で、9は、グラクロチャンス。こんな感じがいいかな。左側を先に落としましょう。で、10で、アリーナ、向こうのアリーナ、ピサロを混乱狙いがてら行くという感じかな。混乱が入ってくれたらいいけどね。っていう戦法です。この辺ですね。はい。耐えろ、バラモッチャ。よし。半分以上削れてるぞ。で、これ、麻痺になるな。麻痺、あ、また半減だよ。半減だよ。ちょっと待って、これどうしようか。半減だよ、本当に。またあんまり変わんないね。じゃあこっち行きますか。こっち行く。指導落ちないな。なかなかな指導ですね、これ。雪だるま、あ、大丈夫、あ、大丈夫だ。バイキね、あ、しよし、そっち側にバイキね、しかもね。で、これはシドを落としておく。ナイス、これはありがたい。これはどうしますか。この辺まで、あ、違う、絶技か、絶技ぶち込むからここまで出てこうかね。よし、ミスんなよ。よし、オッケー、ナイス。あ、絶技じゃない、
次じゃない。あーくっそ悔しい。豆腐だな。これ混乱入らなければ次やられますね。行くか。こっちの確率高いからね、眼光より。麻痺取られるよ、こっちのピサロの麻痺入る方が、あ、混乱か、入る方が高いんで、あ、ありがとう。で、混乱起こし合うのやめてください。これが烈進撃。動けるよね、動く。あぶねえ。向こうのアリーナ。で、次ピサロか。で、そこ行けるか。これは烈進撃。配信出ていいよ、そこは。配信出ていいからね、そこはね。はい、誰攻撃する？あー、なるほど。あー、合ってますね。これもじゃあ、いやいや、それも、行きましょうよ。セラフィー攻撃しようよ。確かに、守備力低い人を狙ってる気がする。回復しようが。どっちが上かな？アリーナ。アリーナじゃない、セラフィー。これは、あ、違う、違う、これやっちゃまずいな。こっち、こう、こうだね。こう、起きてよし。ナイス。うん。はい、ああ、よしよし、ドレム。やった。やっと帰ってきた。これまずいな。それまずいんすよ。これは、ああ、オッケーオッケー。はい、オッケー。で、これ、さらに、混乱不要。で、烈進撃。向こうのピサロが先か。向こうのピサロ先だね。だからグレン客で、まあ、この辺でグレン客でいいかな。あ、出た。やると思った。で、起こすという未来が見える。起こすという。これさ、味方攻撃ばっかしてない？さっきから。待機もあんだかね。待機もあって、もう、味方を起こすしか選択してない気がするんだけど。で、そこで無駄回心。さっきのさ、烈進撃のとこでさ、ミス。はい、ミス。はい、これもミス。どう思いますか、これ。あ、打ち先。ナイス。これ、絶技打ちたいね。打てないんだよね。で、これもさらにミス。さらに被害者が増える。被害者の回。で、燃やすしかないと。はい、3戦目です。鬼コンボか。鬼コンボ行きましょうか。会心乱撃みたいなやつ。で、追撃ね、さらに。いや、強っす。エルギね、エルギ。行きましょうか。はい、対戦よろしくお願いします。エルギオスはあれだよね。ダメージ量が少ないとミスだよね。無効だよね。それを覚えておこう。混乱は取れない。あ、混乱いないわ。弱点まずいか。1番行きたいけどな。あ、一応あ、これしかもさ、多分なんか1個出てくるよね。なんか前、あ、なんかあった。あ、違うわ。天使の断りじゃないわ。
あれ1個なんか出てこなかったっけな、前も、あ、届かないわと思って1個出てきた気がする。それも行動開始時かな。そのパターンがあるね。で、これは、もやし返す。うん、あ、はい、まあまあいいかもしれないね。1番、下がる。まあそうか、1番下がる、2番忍びよりやってきそうだね、これね。ガビンチョか、忍びより止まっちゃったらまためんどくさいね。なんかされる。3番が届かない。で4番もあそこは届かなくて、あーよかった、届かない。で5番がマゲスを燃やす。マゲスプラスエルギオス行きたいね。そうだね、落とせりゃ嬉しいけどな。5番で、6番が向こうのピサロか。あ、なのでこうか、こうしようか。あ、エルギオス、どっちが、やっぱピサロが大事。どっちが大事？これ燃やされんだよ、どっちしろな。燃やされんのやだな。1番下がる。で、これが、あ、これが燃や、あ、毎回燃やされてんだよな。ドルマゲス、ドレアム。まあしゃあないか、それは。うん。4、6。で、7が、エルギオスだね。落としましょうか、落ちなかったらっていう感じかな。で8番が多分落ちてると思ってます。多分落ちててくれ。忍び寄りで止まっちゃってたら多分何ともできないね。8番で9番グラクロチャンスかな。そうですね、グラクロチャンスにしましょうかね。これ下がる。で10番がプカーって左側ね。またピサロ混乱狙いがてら行くという感じですかね。はい、行きましょうか。1個ここまで下がる。はい、どうする。忍び寄る、止まんないでくれ。ナイス。あ、これ全然ダメだ、届かないわ。向こうのあそこまで燃やし返す。これ OK だね。うん、これはよし。で燃やされ、だがさ全然扱いが違うじゃん、向こうとうちとの。どうしようかな、これは。これどうしよっか。これデュアルバギークロスみたいなやつだよね。バギー一発耐えれるか。等倍 1,2,3 プカ。アリーナ 1,2,3 届かない。これ選択難しいね。これ引いて、あー、どうする。これ次絶技打ち込みたいよね。絶技、いや違う絶技じゃないんだ。ピサロは混乱のみ狙う、バラモスが。でドルマゲ、あと他のメンツがこのアークデーモン、ベスキングを狙っていく。あとエルギオス、エルギオス多分次内側に寄ってきてくれるはずなんで、で次エルギオスでしょ。でドレアムがいける。
ドリアムはグラクロを打ち込む。で、アークデモが沈む。あ、ちょっとかけんだろうね、これね。次、アリーナも行かせないね、そうなるとね。アリーナが先に動けるから。どうしようか、これを引っ張ってくる。引っ張ってきて、でもイオで沈むよね、どっちにしろね。かエルギオスを混乱取るか。混乱取れないか。まあ混乱無効ではないからね。これで引っ張ってきて絶技、それからアリーナで行きますか。そっちだね、そっちが一番満点取れる可能性はある。でベスキングとアークデモンはバラモスが混乱を狙ってもらう感じかな。ここミスんないで。 OK、 ナイス、それもナイスよ。内側内側で、ここは絶技、ナイス。これ前段入ってほしいな、前段入ってほしい、前段入ってくれ。2回し、5回中2回ね、5回中2回。これは混乱取ってほしい。あーっと、これはどうだ、どうだ。あのベス、うん、でここでなんだっけ、劣化圏、劣化圏でいいね。劣化圏で、ちょっと待って、次どこだ。どこまで飛ぶんだっけこれ。1,2,3 マスか。1,2。うわー、当たってるね。ドレアも当たってるわ。当たってるね。ドレアもダメだね。まあしゃあないね。これ回避できる方法ないもんね。烈進撃であそこ落とせるってことないもんね。劣化圏で多段でピサロを、はい。あー、そこまでか。すまねえドレアム。でこれで落とせてほしい。落とせないか。あー、落とせないか。これ次、あっち来ちゃうね。だからこっちですね。こっちで、こっちでこうですね。あ、しかもなんでベスキングに今入れなかった。その辺もちょっとダメだね、やってることが。これはどうしたら一番いいの。こっちの方に持っていく。ああ、そういう技があるのね。これはこっちを落としておく。あー、さらに遠くまで。そうですか、さらに遠く。これさ、引っ張ってこれるかな。引っ張ってこれたと、あ、ダメだ、こっちだ。これにしましょうか。これが一応入ってないね。はい、で混乱解けちゃうね。またいや苦しい。うまくね、
範囲攻撃巻き込めればよかった。あとベスキングちょっとあれだったね。ドレアももったいなかった。あそこで落としちゃったのは。はい、というわけで3戦終わりましたね。5日目終わりまして14勝1敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。